ヤガミッチ。ああ、よろしくな。八神だ。やるじゃねえか。いやいや、そういうもんさ。どうだ、いや、そういえば、ああ、油断するなよ。来たようだぜ。あれ、ゴースト派の連中こんなにいたっけ。ああ、最近急激に勢力を拡大してるらしいぜ。偉人町の外のチームを引き込んでるとか。外のチームを。ゴーストの強さや暴力による支配という思想に賛同した連中らしい。町のゴロツキやチンピラだな。なるほど、道理で物騒な連中ばかりが集まってるわけだ。なんだよ。随分と凝った歓迎だな。ヤガミ、貴様、今のうちに遺書は書いておくんだな。必要ねえ。俺は必ず生きて戻る。ミキタが相手ってやれ。はい、ヤガミ、お前はよ、俺が殺す。レースでな。やってみろよ、やれるものならな。See ya!
っしゃ。それって…ああ…マジかよ…なあ、ヤガミ。革命だ。ぶち壊してやる。
なあ。ん？バカな。おう。わかった。おい。改心したんだ。
よし。いやいや、ヤガミ。冒険が ゴースト！ ああ？ なあ。おう。おい、くだらねえ。ああ、
ヤガミ！なあ、なんだと？なんだって？紫弾だ。そういえば。傑作だぜ。くだらねえ。おい、力だ。
なんだと。力こそがルールだ。なあ、ところで、え、そうなんです。
ええ。つまり。僕が。ああ、ぶっ殺す。マジで？おい、ああ、んだと？
今事務所で確認してきたけど、元京浜同盟の人たちは君の紹介で入った人みたいだね。辞めさせる会は辞任してもらう。一連の疑惑についても議会には報告しておくから。そんなそれだけは勘弁を。許すつもりはないよ。頭冷やしたか。クソ誰が。どうして俺はいつもこうなんだ。なんで空回りばかり。なあダン君、君もリナと同様レイジの影に囚われていたんじゃないか。兄貴の影に。君がどうしてメイドインヘブンで顔を隠して活動していたのか、なんとなくわかるよ。お兄さんと比較されたくなかったからじゃないか。だからレイジとは異なるやり方でのし上がろうとしてきたんじゃないか。アウトローたちの世界でレイジのような速さではない暴力を使ってね。うるせえんだよ、ズケズケと。君は中学生の時からやんちゃだったからね。よく補導されていたもん。将来を心配していたんだ。昔からよ、兄貴の存在が鬱陶しかったんだ。どいつもこいつもレイジ君はレイジ君はって言いやがる。しまいにはメイドインヘブンなんて族立ち上げて不良どもから神格化されちまった。そんなお兄さんとうり二つの顔だったんだ。みな君にレイジを重ねてしまったんだろうね。ああ、さっきも俺の顔を見た途端連中態度を変えやがった。みんな俺を通して兄貴を見てやがるんだ。何と言おうと君は君だ。お兄さんの影を追いかけることはない。だって君自身が光なんだからね。君も過去ではない、明日に向かって走るんだ。相変わらずくせえおっさんだ。言われなくたってそうすら。まったく。なあ、
ヤガミ。なあ。ヤガミッチ。なあ、教えてやるよ。やべえだろ。ヤガミさん、よろしく。おう。